皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのピックシェルを使ってアートをしていきたいと思います。こちら12色入ってネットで購入したんですけれども1000円ちょっとだった気がします。こちらを私はサロンではこのようなケースに入れて使っています。こういうケースに入れるとすぐ取り出しやすいのでとっても便利です。ではこちらを使ってアートをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではベースを塗った状態から始めていきたいと思います。今回は人差し指と薬指にシェルをのせていきたいと思います。ベースを塗ります。では今回は大人っぽい感じに仕上げたいのでクリアの上にこちらの乳白色っぽい、なんだろう、真っ白ではない綺麗なシェルをのせていきたいと思います。こちらちょっと大きいので爪の大きさに合わせてカットしていきます。もうすぐ割れるのでちょんとやるだけですぐ割れます。こんな感じですね。では次に人差し指にも乗せていきます。よいしょ。結構飛んじゃいますね。ではこんな感じで一旦ライトに入れていきます。はい、では次に金箔をのせていきたいと思います。
またベースコートを塗っていきます。ではシェルとシェルの隙間に白を置いていきます。白も軽い力でさっと切れるので好きな大きさに調節してのせていきます。ではこんな感じでライトに入れていきます。はい、ではこちらのシェルをトップコートでカバーしていきたいと思います。ハードジェルを塗っていきます。シェルを埋めていくのはハードジェルのこのもったりとした感じがとても合うと思います。ジェルの隙間を埋めるようにトップコートをのせていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらを一旦拭き取ります。どうしてもシェルが大きいので飛び出てしまうんですね。でこちらをこのようなファイルで飛び出た部分をちょっとだけ削っていきます。ちょっと触りながら確かめながら削っていきます。軽くファイルを当てていきます。ちょっとこの時に形が気になるようであれば形も
削っちゃいます。はい、ではまた拭き取ります。ではこちらの上にノーワイプトップジェルを塗っていきます。しっかり先端まで塗っていきます。ではライトに入れていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。シェルネイルとても可愛いです。では他の爪もちょっとヌーディーカラーの色を塗っていきたいと思います。では2度塗り目を塗っていきたいと思います。はい、ではライトに入れていきたいと思います。はい、では中指にパーツをつけていきたいと思います。ではベースジェルを塗っていきます。ルイリングと感じでライトに入れていきたいと思います。では親指と小指にもパーツをちょっと乗せていきたいと思います。
こんな感じで入れていきたいと思います。はい、ではパーツをきちんとカバーしたいので、こちらのハードジェルをトップジェルとして乗せていきたいと思います。きちんと先端も塗っていきます。はい、ではライトに入れていきたいと思います。こんな感じに仕上がりました。白のシェルを使うことによって全体が上品に仕上がったと思います。今日使ってないカラーのシェルたちもまた今度使って動画を作ってみたいと思います。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。